はい、こんにちは、カズボです。ファイナルファンタジー3ファミコン版のちょっと難しいやつやっていきたいと思います。今回ここですね、これ時の神殿攻略しようと思います。なんもない剣コス、ああまあこんなもんか。オーディンのとこ前回行ったんだけど、ちょっときついね、あれね。聞かなかった。聞くと聞くんだけどね。クロマ2の方がなんかいいかなって気がするんだけど。魔剣士もいいんだけどね。おー、やめて。なんでそのピンポイントでブライン使ってくるの？サンダーでいいよ。もったいない。鍵がかかってる。ベヒーモス大丈夫か。あー、なんか大丈夫だね。一発エアロがやっときますか。こいつ魔法使ったらやばくなかったっけ。そうでもないか。やっぱ反撃してくるよね、魔法使ったらね。魔法厳禁だな。ちょっと待て、やばくねこいつ。やべ、全滅フラグ立ってんじゃん。ちょっと待てよ。順番的にちょっとおかしいでしょ。オッケーオッケーオッケー。あぶね。だろうがなんだろうが反撃してくるから一撃でかい方が得だね。グラビできつそうだけどね。OKOK。 経験値やべえな。あんま逃げたくない人だからね、自分はね。ダイヤの腕は天然。オッケーオッケー。こいつかわいいね。冷たい目ってなんだ。いつまで取ったこんなの。冷たい目って冷やしたんかな。あれ、ダイヤヘルム1個持ったもんね。あー、やべえ。
なんでバックアタックで出てくかね、これ。チェンジ。チェンジ。チェンジ。まあ、とりあえずこれで行くしかないね。全員なんか出したら落とされるわ。やべやべやべ。どうすかな。グラビで効く？ああ、2000。反撃してこない、しかも。危ね。なんか様子おかしいことやってきてんもんな。倒したと思いますけどね。あのおっかねえよ、おっかねえこと、おっかねえこと。ああ、ここ行けんのか。しまった、キングシーホースって。ダガ打っとくか、一発。いざたんで出てもいいもんね。こんな FF3 にしかいないでしょ、このね。倒した？ミリ残しで5匹残るのとか嫌なのよ。これ絶対なんかありそうじゃね？ないね。ああ、罠だね。キングシーホースか。あ、ケンコス。一回、サンダが、かましいのを。あとサンダーでいけるかな。計算しながらやんなくちゃないよね。ああ、やるわ。あー、とか。魔法大事だもんね。沈黙の札も売れるからね。ほら、ダイヤナックル。カーラボス。あ、カーラ、え、待って、カーラボスっていたっけ、これ。サンダラにしておく。聞いてんのかどうかわかんねえもんな。あれで倒れるんだったら、熟練度をね、バンバン上げてってね。さあ、どっちだ。ベヒモスだ、ベヒモスだ。ほらな、この部屋にいいんだ、多分。最初デジョンだ。あ、デジョンじゃねえや。最初あれだね。グラビデだね。
で、下をナイトで一発で倒せるから。ここ魔力高いからね。ダイヤアーマー、寄り道しないパターンで来たいけどね。明治キマイラ、これなんかやばくね？大丈夫？あ、やべえやつ。やばいやつですね、これね。一回出るか。死んだらシャレにならないぞ。あ、稲妻使ってきたんか。大丈夫か。あ、やっぱり。あ、しまった。今の稲妻使ったってことは、あ、逆だ。火が弱点か。あ、やっちまったね。まあ、しょうがねえや。ちょっと強えんだけど。ちょっと待って、強え。ちょっと待って、やばい。稲妻がまずいのか。じゃあ、範囲が。一回出よう。まだ部屋回るぐらいの余裕はあるからね。ああ、そんなもんか。バイオ。効果がなかった。マジで。やばいわ。ナイトで殴ればいいな。あとね、ここ合ってんね、多分ね。セイレーン、召喚じゃないんだ。サンタがやっちゃうか。サンタがアタック。まあ、聞いてんのか聞いてんのか分かんない。あー、マジかよ。あー、そんな反撃あんの？じゃあ、サイレス使った方がいいんだ。あー、マジかよ。魔法を使うと反撃が来るから、まあ、使うんだったらとどめかね、一体かね。まあそういう話なんですけど、嫌だなこいつ。黒が2体は焼くことないから。
サイレスでもいいんだけど、聞かなかった時考えたらさ、あ、攻撃しておけばよかったってなるじゃん。破滅の歌って何これ、ラプラスかなんかかい。滅びの歌だね、あっちはね。なんだ破滅の歌って。やめてくれ、ちょっと恐ろしいから。エアロガーの方がいいのか。とりあえずサイレス聞くか、試すのありだね。多分聞くと思いますけど。あ、やっぱり。オッケーオッケー。で、サイレス使ってくるでしょ。あ、使ってこねえ。なんだったの最初。一回目だけか。でもサイレスかかってるから、まあ魔法聞くよね。あ、なるほどね。こやつはサイレスですね。まあ、弱点分かったところで先ほどの階段まではカットしますけどね。あ、でも全部の扉もう入らなくていいからすんなり越えれると思いますけど。こうなんかありそう。ないか。あ、出んなよ出んなよ。出たー。カーラボス。まあ全力でいきます。一回出るんで。あとはもうカットしていいよね。階段のとこまでね。さっきのね。あんま大して強くないね、カーラボスはね。エアロガはあんま効かないんだ。一番下のサンダーが結構強いからね。左の部屋に多分ベヒモスいるような可能性あるんだよね。オッケーオッケー。今回メインここら辺までだよね。目玉はね。出んなよー。オッケー。階段があったら困るんだよね。やはり。持ち物がいっぱいです。ちょっと待って。ちょっと待って。持ち物がいっぱいです。いらないの、なんか、いらない。最後いらない。預けてくるか。ちょうど出てもいいよね。ライジングさん。炎の病。あ、いいね、それは。ライジングさん。魔剣士にするか。あ、でもいいや、まだいいや。じゃあ、ちょっと一回出ます。はい。はい。さっきのところまで来ました。これ確かさ、あれ？これどっか行けたと思うんだけど。ここだね。ちょっと待って。ワイバーン。時はエアロが効くでしょ。確かどっか入れたと思う、あれは。ほら、吹雪の指輪出んだよ。ちょっと待って、回復しよう。はい。ね、とりあえず、まあ、アイテムで回復したけど、これって出ちゃうんだっけな。ああ、このね、部屋にね、間違いなく隠しあったと思うんで、それは覚えてんですよ。あと、主人公じゃねえや、主人、まあ一番上ね、ナイトね、フラットソード装備したんで、吸収できますね。忘れてたね、取ったの。
自動的に出るのか、あれ？そうか、一回画面変えるとダメなのか。時に封じられた幻のリュート、ノアのリュートが歌を奏で出した。え、自動で出るんかな？あの、ウネに会いに、あ、大丈夫だ。これ多分ね、どこだっけ、行けるかこれ。マジかよ。グラビティ大事ですね。HP4000 だね。これ半分持っていくのか、グラビで。とかだとね、すぐ横に行けたような気がするんだよな。違ったっけな。ここに宝があって、ギリ残んね。ワイバントギガンテスやね、あのベヒモスしかいないんかね、これ。戦うとめんどくさいね。こんなのさ、見つかんないよね、普通ね。あった。なんか敵いそう。なんでまた出てくんの？でもあれ、エアロが一撃だったよな。早かったね、今回ね。いつもこんなすんなりいけばいいのに。やっぱ弱点でつくの大事ですね。ほら、やった。ヘイスト、氷の音、守りの指輪、大事だね、それ。守りの指輪か。ダイヤも大事だけど、炎、サンゴ、吹雪、ヘイスト、ヘイストは大事だよ。ヘイストはない。あ、あとこんなどこにあるんだろう、これ。4番目魔法取ってないね。2個しかないんかな。ヘイストは大事ですよ。エアロガンとこにあんの。
待って、これ出れるようなテレポで。あ、出たね。そうだね。あ、オッケー。ということで、レベル上げた方がいいか。今回ここまでですね。ノアのリュート取ったんで、とりあえずウネを起こしに行けばいいんですけど、レベル上げようかどうしようかな。お金もだいぶ溜まってるしね。先進んで強いものを手に入れて OD に戦ってみようか。じゃあ、案外もう、いけないかな。どうだろうな。きついだろうな。ちょっとレベルサクサク上げれるようなね、状況になったら、ちょっと考えてみようかな。なんか効くかもしれないよね。銀融詩人とか逆にね。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。